制約率が 98% になる秘密3分で解き明かしましょう。はい、八代富士です。僕が読んだ3000冊の本の中から人生に役立つ本をご紹介します。今日は和田博美著、制約率 98% の秘訣です。では本書の要点。相手に決断を迫るのではなく、選択肢を与えて今チョイスしてもらう。自分で決めたという流れを作るのがポイントです。では補足説明します。クロージング、つまり最終決断に持っていくポイントは、付加価値を最大限つけて将来のゴールを見据えて語ることです。必ず価値を最初に伝えてからお金の話をする。お客様の未来を見て提案することで購入後のワクワク感を演出します。それでは具体的な会話のコツ5つを紹介します。1、無理して買わなくても大丈夫という逃げ道を作っておく。2、直球ではなく緩いカーブで質問する。3、一度肯定し、さらにお客様のプラスになる提案を加える。4、お客様が欲しい情報、整理した情報だけを話す。5、あくまで分かりやすい言葉で伝える。以上5点です。では、分かりやすく説明するために使いたいテクニック1つをご紹介します。言葉深掘り3回の法則です。これは、自分の使おうとする言葉の意味を自分で3回掘り下げます。例えば、家について説明したいときに、快適な家って何だろう、住みやすいとは何だろう、どういうことか、温度調節が可能ということはどういう意味なのか、といったように3回掘り下げることで相手に分かりやすい表現に近づくと思います。ではまとめますと、売れる営業の基本は究極的には次の3つに集約されます。要点思考、単純思考、感情移入。これらは簡単に言い換えますと、要点というのはプラスに転じる、プラスに変える考え方ですね、とシンプルに感情を込めて話すということ。例えば、あなたが好きなんだ、だから知りたいんだという気配、オーラですね、を放出しつつも、神経を研ぎ澄まし、相槌を入れて全身全霊で相手の話を聞くのです。自分が出すものと聞き入れるものとのバランスをうまく取り、コミュニケーション力を上げていきましょう。ではまた、バイバーイ。